これね、アドラーが、実は症状というのは手に入れる目的のために無意識的に作られてるって言います。さて、カウンセリングが必要な場合ってどういう場合かね、実は私自身が、20歳から、カウンセリング、アドラー心理学の学び出して、そして、まあ、34年、そしてコーチングはアメリカで1999年学び出したんで21年間。私の平本式はカウンセリングとコーチングってこうね、あんまり切り分けずに通していくんです。なぜなら、問題場面から抜けてカウンセリングは完了したんだけど、じゃあ自分がどんな人生生きたいのってなると、やっぱコーチングが必要になって、このコーチング的要素に関しては、現場、変革、リーダー養成コースなので、まあ、コーチングを通して自分自身がどうしたいのか、関わる人がどうなりたいのか、相手から引き出していくと学んでいくんですけど、まあ、この4日間は、要は、カウンセリングがマイナスからゼロっていうのがカウンセリング。ゼロからプラスがコーチング。そして、さらにプラスプラスがゾーンとかフローっていう、こうね、無双の意識状態なんですけど。その時、どんな時カウンセリング必要かというと、一つは過去の楽しい場面が浮かばない。私たちの、カウンセリング、コーチング的アプローチは、子供時代に悲しかったこととか、過去ね、充実体験やれた時思い出しましょうって言うんですけど、浮かばないです。きっと浮かばないではなく、蓋をしている可能性があるんですね。とか、未来どうなったらいいか描いてみましょうって言ったら、描けないとか、描けてもなんか嘘くさいとか、もしくは、ポジションチェンジとか言って、相手の立場に立つっていう実習があるんだけど、なかなか相手の立場に立てないとか。もしくは、こう、仲間で大変な人がいて、ちょっとその人に寄り添って話聞きましょうって言われても、寄り添うってどういうこと？意味わからない。まあ、こういう時は、カウンセリングが必要になってきます。そして、何よりも再三言うように、知識。情報を頭で分かってるんだけど、できない。頭では自分を好きになりましょう。そこが大事ですよ。頭では分かる。でもできない。頭では自分に OK 出してあげてください。分かるけどできない。頭では完璧主義手放していいですよ。分かるけどできない。頭では頑張りすぎなくていいよ。我慢しなくていいよ。自分出していいよ。分かるけどできない。頭で分かるけどできない。まあ、こうなってくると、あ、じゃあそこもう少し掘り下げていきましょう、みたいな感じでカウンセリングが必要になってきます。で、私が大事だなと思うカウンセラーの信念2つあって、まあこれね、私の信念でもあるんだけど、1つ目は、絶対目の前の人が良くなると信じてるってことです。想像してください。誰かがあなたの体を手術するのに、いや、これうまくいくかどうかちょっとわかんないけど、やるだけやってみるって言ったらちょっと怖いですよね。でも、あのね、難しい手術もあって、100% 成功するとは限らないけど、私の限り全力尽くします。って言われたらどうでしょうか。カウンセリングもそうです。いや、あなたの問題解決するかどうかわからないけど、って言われたらすごく不安なんです。幸いにも私は今まで34年間カウンセリングしてきて、解決しなかった人は一人もいないです。もちろん何度かぶり返してもう一回やってみたりっていうことはあります。そして今日のね、4日間ではまだね、解決しきらなかったけど、あと3回で解決するっていうことを考えると解決しない人はいない。もう一つは、私が、カウンセラーが解決するのではないっていうことです。クライアントの中に答えがある。この2つの信念。どんな問題も必ず解決する。そして、相手の中に必ず答えがある。私のカウンセリングのスタイルは、相手から、じゃあそれの何が嫌だった、何がまずかった、本当はどうなりたかった、じゃあ何ができそうか、私が助言をするスタイルではなく、本人の中から引き出す。まあ、引き出すコミュニケーションです。で、この2つ携えると、どんな問題も解決する。まあ、これね、私のこれからいろんな公開セッションを見ながら、あ、本当に平本さんはどんなケースでも絶対解決すると本気で思ってんだなっていうのと、本当に相手から引き出してんな、この2点をちょっと注意しながらセッションを見ていただければ。そして、クライアントさんの覚悟が2つあって、1つは、とはいえクライアントさんの問題を解決するのは2つの要件があります。1つは、カウンセラーとか場が信頼できてるか。
実は結果的にこのカウンセラーだったら大丈夫感が一つの条件です。それはそうですよね。この人大丈夫かなっていう人はやっぱちょっと本音が言えないので、これは相手が悪いわけでもないし、ましてやあなたが悪いわけでもなく、安心安全な時間をぜひ取ってください。そして二つ目、クライアントにとって大事な要件の二つ目が、本当に変わる気があるかどうか。これ7つの発生要因でまたお伝えしますけど、実は症状を使って気を引く、症状を使って問題を避けるっていうのがあります。これね、アドラーが、実は症状というのは手に入れる目的のために無意識的に作られてるって言います。うちの兄貴、実はそうだったんです。うちの兄貴、障害者なんですけど、障害の等級が上がるとすごく喜ぶんですよ。障害上がったみたいに。で、障害の等級上がるともらえるお金が増えてサービスが良くなるんですよね。で、まあこれ良くならないです。平本さん自分のお兄さんでしょ。なんとかならないの、ならないんですよ。で、私にできることはそんな兄貴もそのまま受け入れつつ、ひょっとしたら心を開いて良くなろうと思ってもらえる限りの手は尽くすけど、まあ最後の最後まで彼は等級を上げることをすごく目指して障害を作り出していました。で、私はそんな風に、まあそういう意味で言うと彼は、解決できなかったんだけど、ただ家族として最後の最後の死ぬ直前まで愛情を注いだし、私は一切後悔してないし、本当にいい兄だったと思うし、そんな兄がいるおかげで私はおごらずに、おごり傲慢にならずに自分の謙虚さを持ててる。で、まあ兄は症状を使って課題を避けるいいケースです。で、まあそういう場合は残念ながらカウンセリング途中で止めて、用意ができたらまた来てくださいってことに返していきますので、あ、これはもうこのまま嫌だと本当に解決したいっていう気持ちと、あ、信頼できる、この2点があると、どんな人の、カウンセリングも解決します。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。